デッドアライブはテクモより販売された 3D 対戦格闘ゲーム。アーケードゲームとして1996年10月稼働開始。使用基盤はモデル2。デッドアライブシリーズ第一作目で略称は DOA や DOA1。アドバタイジングスローガンは撃つ、投げる、極める。の全8名が プレイヤーキャラクターとして登場。トーナメントの最後には、が、ダストボスとして登場する。ホールドは、相手キャラクターからの打撃を掴む、ディフェンシブホールドとして、パンチとキックの区別なく、掴める上中段と下段の2択仕様で、攻守とわず自キャラクターから掴みに行く、オフェンシブホールドとしての上段用 H と下段用、H を有しているに属性で成り立っており、TH は、 守備的の名の通りなし系の処理だったり打撃系でもダメージが少なめでダウン効果がないものが目立ち逆にダメージ総量が高くいたりダウン効果があるものを攻撃的と名のついた王が務めていた投げ抜けのコマンドは HP ボタンで基本投げのみ可能となっている約1年後からコンシューマーゲーム版の移植が行われたが完全に同じ内容にはなっていないためオリジナル そのもので現存するのはミディタイプ筐体のみの作品でもある。また、ほどなくして、当作の2タクホールドの使用について、街が強いのは嫌だという意見が届いたことで、リメイクの、デッド・オアール・アライブを制作する理由の一つになった。デッド・オアール・アライブゴラストラウンドに一部ステージや、BGM が移植された。デッド・オアール・アライブセガ・サターン。 1997年10月9日発売から移植作ではあるが操作系の改善条件を満たすと雷道が使用可能になる新規のオープニングとエンディングになっているなど様々な要素に手が加えられており純真作に近い内容になっている投げ抜けのコマンドは基本手が HP ボタンミのヒエン逆落ちやティナの JOS といった投げコンボの2連目からが HP、K ボタン同時押しで可能だが、猶予フレームがほぼ存在しないため、特に基本投げは見てからでは間に合わず、ほぼ同じタイミングで投げ合った字のみ成立するもので、連打も失敗と判定されるシビアな仕様となっている。U には Dead OR a r i v e 1 Ultimate の名で収録されており、Xbox Live に対応したことで、 通信対戦が可能となっている。Dead OR アライブプレイステーション1998年3月12日発売から上述の SS 版に続いて独自のアレンジが加えられた移植作。アドバタイジングスローガンは格闘ゲームは進化する。後発の新作 Dead OR アライブに先んじて新キャラクターのアヤネとバースが 前倒しで追加されているほか、全ステージで、リングアウトの廃止、画面効果で、ヒットエフェクトの有無を選べる。2008年には後述の有料ダウンロード版が、リリースされたが、当ソフトで直接 PS3 本体で遊ぶことも、できる。Dead OR Alive 初代 PS、ゲームアーカイブス、2008年12月10日発売、PS 版のダウンロード版。新たに、 セロの審査を受けておりセロ、C と判定された。通信対戦には対応していない。デッドアーライブプラスプラス TPS システム、1998年9月にアーケードゲームとして稼働。略称は DOA。アドバタイジングスローガンは、あやね、健山。モニメイが、プレイステーション版 DOA でのデビューを経て、本格的に作り直されて参戦。 一作目のリメイクであり、以降の続編タイトルでも定番化し、DOA 特有のバトルシステムとなった、クリティカルシステムというやられ、状態誘発技の駆け引きが確立され、ホールドの使い方にも、クリティカルホールドという概念が加わった。盗作時点ではほぼ全てのよろけ状態が満足に、レバー回復できない長さであり、これによって、クリティカルホールドが、 絶対的な必須行動となっているが、パンチとキックが区別されただけでなく複雑に、コマンド分けされたロ択ク,ク仕様に変更されたため、圧倒的に構成側有利のゲームバランスへと一変しており、制作者自身が上級者が勝ち、初心者には一切救済のない弱肉強食なタイトルのように表したほど、歴代シリーズ屈指の高難度タイトルとなっている。 投げ抜けのコマンドは、HP、K ボタンの同時押しで、投げコンボ系の2連目からのみ可能。ストーリーも、続編、2へとつながるベースタイトルに位置付けられたため、DOA 第1回大会の出場者は、上記2名とボスの雷道を加えた全10プラス1、名で公式となった。なお、1作目と同じく完全移植した、コンシューマーゲーム版が存在せず、現存するのが、 ミディタイプ筐体のみの作品でもある。ありがとうございます。